マーガレット別冊マーガレット60周年記念クイズノックス外春期が少女漫画を90秒で切る第1回中高生の皆さんは今読むべきですよ。憧れの世界が広がっていて大人っぽいってやっぱいいんですよね。大人の皆さん、今大人の皆さんに走ってますけど、全く違う世界なのに私たちと同じ問題で悩んでる高校生のはずなのに仕事で困ってるんですよね。その当時ハマってなかったら今こそ入る時かもしれない。続編の花のち晴れはジャンププラス掲載なんですよね。だからジャンププラスを読んでる読者男女問わず人気があるっていうことだと思うんですよね。友達と一緒に読むっていう読み方、これもおすすめで、誰が好きかで推しの自慢ができるわけですよね。友達同士だと野球部男子的には三まさかさんは実は激アツキャラで、で F4 の連れが大事で仲間が大事で部活の連れなんですよ。誰にも共感できるし自分が誰でもある。それはなぜかっていうと人間関係の悩みだからなんですよ。2個目の人生を呼んでるようなそういう良さもあるかなと思うんですよ。いやまだまだちょっと少女漫画の魅力は語り尽くせません。もう次回を楽しみにしてください。